タリアワールドウェブラジオテタリラザ・ビューティフルワールド。ということでラジオを聞きの皆さん、グッドアフタヌーン。アニメヘタリアザ・ビューティフルワールド、イギリス役杉山紀明です。そして皆さん、ズドラーストビー、アニメヘタリアザ・ビューティフルワールド、ロシア役高戸康弘です。はい、ということでアニメヘタリアのウェブラジオヘタリラが新番組というか、復活というかリニューアルというか、第2期と言いましょうか、はい、まあとにかくまた新しくスタートいたしまして、題してヘタリラザ・ビューティフルワールドというタイトルになって帰ってまいりました。お、はい、これはリニューアルタイトルだっけ。リニューアルらしいですけど、はい、あ、そうなの。僕も今回初めてなので、あ、そうか、詳しいことはよくわからなかったりするんですけど、ね、前何回やりました。前何回だろう、数回やりました。私多分、ね、はい、2回ぐらいじゃない。でも多分僕カエダちゃんと多分そんな感じ、オーストリア君だっけぐらいで。本当ですか、うんうんうん、僕でもそうなんですよ、あの前回 の、 あのラジオのシリーズの時に、うん、高戸さんと、ね、ラジオご一緒する機会って確かなかったと思うので、今回初めてです。初めてお初です。はい、で、あの二人で楽しくお届けしていけたらな、はい、元気いいぞ、お初、はい、はいはいはい、さて、ヘタリラザ・ビューティフルワールドは、各パーソナリティが、もうそ大丈夫だ大丈夫だ各パーソナリティが交代でお届けするウェブラジオ番組となっております。今回はイギリス編ということで、私、杉山紀明がメインパーソナリティとして発信させていただきます。よ、それでは、そろそろ始めていきたいと思います。ヘタリラワールドウェブラジオ、ヘタリラザ・ビューティフルワールド、イギリス編その1だぜ。今回のジョーク、日本の家を訪れたフランスはこう言った。日本のやつ海藻なんか食べてるぜ、こんなに貧しい国だったなんて。フランスの家を訪れた日本はこう言った。フランスさんがカタツムリを食べてます、こんなに貧しい国だったなんて。俺の家を訪れた日本とフランスはこう言った。イギリスはイギリス料理を食べてる、こんなに貧しい国だったなんて。ということで、今回のジョークはラジオネームまんまる世界に乾杯さんからいただきました。なんでしょう、あの前の二つはこう食文化の違いかなって思うんですけど、最後の一つ、それどういうことみたいな。そうですね、はい、そんなに貧しい国だったんですか。イギリス料理は貧しくないやい、ということです。世界のパソコンから、こちらはいわゆる普通オタのコーナーです。原作やアニメの感想、各パーソナリティへの質問、メッセージ、リクエストを紹介しますが、まずはアニメヘタリアザ・ビューティフルワールドの感想から。まず、はい、ラジオネームひびこさん、ありがとうございます。はい、杉山さん、高戸さん、グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーン。アニメ5期おめでとうございます。まさかまたアニメ化するとは思ってなかったので、知った時はびっくりと嬉しいが、ダブルで大変なことになりました。リニューアルということで、キャラデザインや監督さんが変わったりしましたが、ヘタリア独特の雰囲気は変わらないまま、原作の綺麗な色使いも出ていて、毎週とても楽しみにしています。そしてヘタリラもリニューアルスタートされるということで、本当に嬉しいです。また面白くて世界中が笑顔になれるラジオを楽しみにしています。ありがとうございます。ということですよ。はい、そうですよ ね、 ご機ありがたいですね、こういう風にお便りいただけると。そうですね、まさかアニメ化されるとは、はい、思ってなかったみたいですけど、そうですね、僕らの中でも結構なんかね、どうなってるかな、なんか4期結構いい形で終わってたので、ね、そうそうそう、あ、それで一くくりかなっていう思いはあったんですけど、そうそう、今回5期ということで、ね、いやでも僕らも嬉しいですよね。嬉しいですよね、本当にまた再会できて、はい、でこちらにも書かれているんですけども、うん、はい、ヘタリア独特の雰囲気は変わらないまま、うん、原作の綺麗な色づかみ出ていて、こうあふちょっと雰囲気もね、ちょっと5期になってリニューアルされてる、うん、感じがありますね。キラッ、そうなんですよ。なんかあのテーマがキラキラっていうことらしくて、そうですよ。そうなんですよ。一番最初ね、あの一番最初取材に来ていただいた時が、うん、あ、 いやいやいや、あの1回目の収録の時かなんかで、
やっぱりこうキラキラというイメージなんですけど、ご感想はって聞かれて、アニメの現場でキラキラした雰囲気は未だ感じられずみたいな。そうですな。それとまだね、完全に出来上がってなかったりしますからね。それが、もう出来上がってみてみたら、あ、なるほど、こういうことか。で、この間僕あの、浪川さんともイベントでお話をさせてもらったんですけども、フランス必要以上にキラキラしてますっていう話をしてて。いや、あの方はもともとキラキラしていたのに、キラキラのが、ダブルになっちゃったのか。おかしいですよ。一緒の空間にいるのに、他のキャラキラキラしてないのに、フランスだけキラキラしてるっていう。そういう ね、愛が注がれてるなっていう感じがいたしましたけども。多分、小野坂くんは嬉しがってると思う。そうですね。小野坂さん、すごい目立ってると思いますね。え、いや、でも本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくです。はい。そしたら、それでは次のお便りご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネーム、極太眉毛さんからいただきました。ヘタリア5期スタートおめでとうございます。ありがとうございます。アニメ早速拝見させていただきました。アニメを見ての感想なのですが、あれ？イギリス産の眉毛のボリュームが減ってるというのが気になって仕方がありませんでした。ヘタリアの中で一番大好きなキャラクターなのですが、はい、それでも思わずびっくりして吹いてしまいました。ということで僕、先ほどこのお便り拝見するまで、あれ、そんなに減ってたかなっていう気がしたんですけども、どうやらそれっぽいんですよね。なので、僕2、3本抜けてるの抜けたんじゃないですよ。整えたんだと思います、きっと。整えたの？はい。あのね、フランスとかによく眉毛言われてたんで。あ、何？ちょっと。そこで、5期ってことは、ちょっと、身だしなみをってことで。うん、おしゃれさんになったわけ。ただ、絵の上ではちょっと本数が減った。だよね。はい。本数減ったんだよね、きっと。きっとだから整えたんだ。はい。じゃないかなって思ってるんですけど。キラキラだから。キラキラするためには、ちょっと、ふさふさじゃなくて、キラキラしないといけない。捨てちゃダメなんだね。はい。まさにシャープな感じ。なるほどね。へぇー。わかんないです。わかんなかったけど。よく見てるね、みんな。皆さんね。すごいね。ありがとうございます。はい。では次行きまーす、はい。ラジオネーム、ひすいさん。はい。杉山さん、高田さん、グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーン。私は、アニメ第2話の、部活の話がとっても面白かったです。ね、シエスタ部やキムチ部、ブブゼラブーブーブーとか面白い部活があって、お二人はもしも入部できるならどこの部活に入ってみたいですか？私はアメリカのヒーロー部やイギリスの魔術部に入ってみたいと思いました。そうですね。魔術部いいね。あの、魔術部やってたんですけど、でもねえ、その話数の時に暴かれちゃいましたからね、秘密が。そうか。そうですね、結構。密かにやってたんだよね。密かにやってたのがバレちゃってたんで。そうだよね。でも各国いろんな部活入ってますもんね。うん。あの、料理の部とかもありましたよね。うん、あった。そうか、言えた。でもヒーロー部ってちょっと疲れそうだよね。確かに。なんか、動くときも、戦隊ものみたいに、とーとか、やるよ、絶対。喋るときに、手と、こう、体も一緒に動かなきゃいけないみたいな。で、全部、ほら、助けに行ったりするんだよ。ああ、確かに。ヒーローだから。あ、でも、わかんないですよ。助けを呼ばれなくても、シャシャリ出ていかなきゃいけない。ああ、そっか。そういうそれも大変だよ、ね。あるかもしれないんで、結構大変だと思うんですけど。それはすごいね。そうか、僕、何部だろうな、ねえ。料理してる部もね、なんかあれ。でもさ、やっぱり普通に俺新聞部がいいや。部活とか学校の活動レポートみたいな。そう。で、ちょっと。一番なんか、なんか良さげじゃない？あ、でもネタ作るのが大変だけど。まあ確かに。でもなんか、なんでしょう、学園全体とか部活全体に行くんで、うん、話としてはもしかしたら広げやすいかもしれないですね。ロシア的に言うと園芸部でいいや。園芸部。ひまわりでも育ててれば。なんか。なるほどね。そう。なんでしょう、あの、ロシア的なイメージの部活って何ですかね、キャラ的に。呪い部呪い、なんだろう、あの、若干、イギリスの、こう、部活と被ってるとこもありますけど。うん、ああ、そうか。黒魔術は黒魔術でも、ちょっと悪魔っぽい感じ。違うかな。なんだろう。なんだろうな。何ですか？呪術っぽい感じ。ああ、ね。ああ。あと、王様部でいいよ。王様部。何でも言う通りに動いてくれると嬉しいな。はい、ということで、次のお便り。なんかもうちょっと話をどうしたらいいか分からなくなってきたので、次のお便り紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、テールさんからいただきました。ありがとうございます。杉本さん、高戸さん、グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーン。実はここ最近、メールやツイッターなどで、うん、ヘタリアキャラの顔文字を使う機
会が増えました。へえ、そうなんだ。私はその中でも特にイギリスの顔文字が好きで、うん、あの凛々しい眉毛を活かしているところがとても気に入っています。パーソナリティの皆さんもぜひメールするときに使ってみてくださいということでですね、うん、お手紙の最後に、各キャラクターの顔文字を、入れていただいてるんですが、ごめんなさい、これ言葉で表現できないので、なんて言えばいいの？ヘダリアの顔文字ってどんなのって思った皆さんは、テイルさんの好きなイギリスさんは、なんかすごいやっぱり眉毛だね。あの目が言葉という字に、言葉のことという字になってるんですけど、どんな字か興味があったら、ネットでヘタリアスペース開けて顔文字で検索していただくと出るみたいな。あ、出た。ですかね。目玉が眉って字で作られてる字もありますね。あ、眉っていう字もあるんだ。ロシアさんは鼻が字。結構あるんだね。あ、面白い。フランスはフランスやっぱり、あ、このなんか記号みたいな髪の毛ですかね。髪の毛です。ふにゃーってなってますね。カールしてますね、やっぱりね。カール。面白いな。なんか、あれですね、ヘタリア顔。いっぱいあるんですね。顔文字辞書とか。すごいですね。アメリカわかる。これなんかヘタリア持ちの目ですよね、これ。本当だ。すごいね。いっぱいあるね。ね、こう今、いろいろお話しさせてもらって、きっと聞いて気になるいらっしゃる方は、全然ビジュアルイメージわかんないと思うので、ネットで調べてみてください。本当ですよ。はい。いや、これ、使い勝手いいんじゃない？そうですね。なんか、携帯の辞書とかに登録しといて。これ、ニポンってそのまんまじゃん。これ、目がね、目もなんかキラーンとしてるんですかね。結構凛々しい日本と。僕これ最初何か分かんなかったんですけど、これドイツの髪の毛なんですね。この実っていうのも。もみあげじゃない？もみあげ。よく考えてるな。すごいね。考えるね。素晴らしい。テールさんありがとうございました。ありがとうございます。あ、もう一通ぐらいご紹介できそうですか。もう一通ぐらいいきますかね。じゃあどちらを。ラジオネーム、ベニツキさん。はい。イギリス様大好きです。ありがとうございます。とにかく、酔っ払った時のイギリス様はひどいですが、杉山さんはどうですか？すごく気になります。どんな答えでも、杉山さん大好きです！これからも応援してます。頑張ってください。はい、PS。でも、一番はプロイセンです。一番はプロイセンです。ちゃんとオチがあったんですね。オチがありましたね。プロイセンさん。お酒。はい。お酒の話ですよ。お酒、そうですね。うん、僕、イギリスさんすごいですよね。イギリスさん、あれひどいですよね。管巻いてますよね。あれ、酔っ払い親父ですよね、学校に。本当に。辛み酒もいいとこですよ。いいとこなんですけど、僕はそこまではさすがにいかないですね。もともと弱いので、お酒飲むと頭痛くなってきちゃうんで、あんまり飲めない。あんまり飲めない。まあちょっと、いっぱいに入るとか、そんなもんですけど。たしなむ程度。そうですね。嫌いではないですね。おごめんなさい、面白い回答ではなくて。ちなみに、どのタイプのお酒ですか？どのタイプ？まあハイボールとか、ジンジャーハイボールとかも結構好きで。なんと、そういう感じですね。はい。素晴らしい。でも、高戸さんお酒すごい強いですよ。最近流行りじゃないですか。ジンジャーハイボールとか。待ってください。ね、このまま終わらせようとしないでくださいね。高戸さんがお酒めちゃくちゃ強いの僕知ってますからね。私はそんなことはないです。一番好きなお酒は何ですか？私は何でもいけます。何でもの中でも、これを比較的。でもね、最近は焼酎に行ってますね。ストレートですか？いや。美味しいお酒ですと、ロックでいきますけど。はい。はい。あ、最近もう割ってますよ。あ、そう、銘柄とかによって飲み方も、うん、そうそう。あんまり酔っ払わないように。ちなみにどのぐらい飲まれるんですか？どれぐらいでしょうね。ご想像にお任せしますか？それとも。そうだね。結構ご想像にお任せしましょうかね。一杯二杯たくさんぐらいですか？でも大体、はい、例えばお誕生日プレゼントで、どちらかに行きまして、はい、お酒一本。あ、ボトルで、はい。いただいたりなんかすると、大体飲み終わりますね。ちょっと待ってください。ウイスキーとか、焼酎とかって割ったりするから、一本って結構な量ですよね。そうかな。あ、よし、ということで、一本二本、たくさんということで、お送りしてきました。はい。ありがとうございます。以上、ありがとうございます。以上、世界のパソコンからのコーナーでした。たくさんのメールありがとうございます。各パーソナリティの方へのメール、どんどんお送りください。お待ちしております。まーす。ヘタリラ、ザ・ビューティフルワールド。大英帝国なめんな、バカ！ヘタリラ万博。万博か。ねえ、イギリスくん、このコーナーでは何をやるの？このコーナーでは、各国のいろんなものを実際に味わったり遊んだりするらしい。日本の時はインスタントラーメンを、
中国の時はおまんじゅうってやつを食べたそうだ。あー、それは美味しそうだね。だろ、うん、ということで俺がとっておきのイギリス料理を用意した。まず代表的なフィッシュ&キャッカー。 でもせっかく用意したキャッカー。じゃあせめて紅茶飲もうぜ。紅茶ならいいだろ。しょうがないな。ではでは、はい、イギリスくんが用意をしてくれるそうなので、その間にラジオネームフィウミカンさんのメールを読ませていただきまーす、はい、ということで、イギリスといえば紅茶ですが、果たしてミルクを先に入れるのと後に入れるのとどっちが正当派などだろうかと疑問に思い調べてみました、はい、なんとイギリス国内ではミルク先派とミルク後派で100年近くも論争になっていたそうです。すごいですね。現在では熱い紅茶の中に冷たいミルクを注ぐとタンパク質が変質して風味を害しやすいことが化学分析で判明したため、ミルクを先に入れる方が好ましいという結論が出ているそうですよ、ということです。はい、今こぼれないように一生懸命入れたんだ。あー、はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、さすが須山様、ね、いえいえ、はい、これは、なので、はい、この継ぎ方は間違っています。おとあとミルクを先にミルクを入れて紅茶を注ぐ方がいいらしいという結論が出ている。ということは同時進行してるから最後まで聞く前に。そうだね、はい、そうだね。どうしよう、どうしましょう。まあせっかくだから、せっかくだから、はい、せっかく杉山先生が入れてくださったので、はい、あの待ってください、この紅茶見てください、うん、この、はい、ね、トワイニングス、素晴らしい、プリンスオブウェールズ、ここでどういう紅茶かと申しますと、ここで後ろに見書きが書いてあるんですけど、はい、英国皇太子の名を冠した気品あふれるブレンドです、うん、スモーキーで優雅な香りと洗練された穏やかな味わいが特徴です、うん、ということで、あー、いや、香りをまずね、楽しまないとダメですね。すね、はい、はい。英国御用達の香り。はい。いただきます。素晴らしい。ああ。美味しいですね。トワイニングな感じ。トワイニング。どんな感じ？いや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 。いやー、いいですね。うん。美味しい。あ、美味しい。美味しい。ミルク入れてみるか。じゃあね。あ、そうですね。ね、はい、せっかくだから、はい、じゃあまあミルク先派の人の気分で入れてみましょう。はい。最近はちょっと違うみたいですけど。先、うん、じゃあ、あと、あとからですね。ミルク、あ、後派な、そうだす。はい。そうだす、そうだす。ミルク後派な方でね。風味が変質してっていうことなんですけど、どうなんですかね。そんな、なんか違うんですか、ね、でも、日本だと、はい、後から入れる人の方が多くない？そうですね。ね。最初から、例えばミルクティーで頼んでも、別で来たりしますもんね。うん、そうそうそう。ってことは後入れになりますよね。そうだよね。はい。ということは、日本の紅茶の専門店は間違っているということになる。とりあえず、いただきます。はい。あ、うん。これはこれで。あ、これはこれで。美味しいですか、ね、よろしいんじゃないでしょうか。本当に味が違うもんなんですかね。うん。検証する前にこう、入れちゃいました。そうですね。どっちか一つをそうしとけばよかったね。そうですね。ね。って言ってもなんか、まあ、男二人で一杯の紅茶回しの見てのもなんか変なやつなので。そうだね。はい、ということで、ロシア、紅茶にミルク入れようぜ。紅茶の風味が損なわれるから僕はこっちを入れるよ。って、おい、それ、ジャムじゃねえか。うん、これは、ロシアンティーって言うんだよ。お前のとこも人のこと言えねえだろ！ん？なんか言った？ヘタリラ。世界の歩き方。はい、こちらは海外旅行に行った時の思い出や各国の豆知識などを募集紹介するコーナーです、はいはい、今回はイギリスの特集でーす。の前に、はい、せっかくですね、はい、先ほどもロシアンティーのお話が出たので、はい、やってみませんか。あ、ジャム入れるやつですね。そう、さっきはミルクティーを、ね、いただいたじゃないですか。確かに。なのでせっかくこちらにですね、ちょっとジャム用意させて。そうなんです、はい、せっかくスタッフの方が用意してくださったので、ちなみにどちら、あ、外国さんっぽいですけど、外国さんっぽいです、ね、ジャムですか。うん、ロシアですか。何ジャムだろう。でも結構いちごジャムがね、あれ、はい、お、ラズベリージャムで、はい、原産国名、うん、ウクライ姉さん、ウクライナ姉さん、
ウクライナ姉さんのジャムだったんですね。そう。ウクライナさんです。ああ、その手。開けると、どんな音がするんでしょう。はい、どうですか。バイン。やっぱりバイン。バインバイン。バインバイン言ってます。はい、いや、でもすごいですよ。はい。このジャム。ちょっといい。ああ、じゃあ、じゃあ、どうぞどうぞ、お先に。いきますね。はい。はい。これ、どんくらいで、コンソメで、スプーン一杯ぐらい。そう、そうですね。ちなみに、はい。ロシアでは、はい。このジャムを舐めながら紅茶を飲むらしいです。あ、入れるんじゃなくて舐めながら。そうそう。へえ、それがロシアンスタイルなんですね。そうなんですね。はい。なので、これも、だから、言うなれば、日本式、はい、ね。なるほど。そんな感じです。はい。はい。じゃあ、いただいてみちゃいましょう。いただきまーす。はい。あ、でも、あ、結構フルーティーになって美味しいよね。フルーティーな香りが強くなって、うん、あ、でもなんか、スプーン一杯ぐらいだとそんなに甘いって感じにならないですね。ほ、ね、うん、の中に甘いっていう感じで。そうそうそう。美味しいですね。美味しいです、これ。僕もね、うん、やったりしますよ。本当ですか？うん。その時も、あれですか、ラズベリー的な。僕は、どっちかっていうと、ストロベリー。ストロベリー。うん。いや、でも、まさかのウクライナさん。ウクライナです。その点、こちらのトワイニングスの、はい、プリンスオブウェルズ。はい。まさかの、まさかの、まさかの、あら、ニーハオ。まさかの原産国中国でした。あ、でも、そうなんだよね。プリンスオブウェルズなのに、はい。そうです。茶葉なんで、はい、中国なんですよ。そうか。で、イギリスに来る途中に発行しちゃった的なね。そうなんですよね。もともとの紅茶の歴史はそうなんですよね。同じ派ですもんね。ね、はい。そうなんですよ。素晴らしい。二つお勉強になりました。はい、ということで、世界の中に戻ってもよろしいでしょうか。はい、はい、どうぞ。はい、それじゃあまず一通目ご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、チョモランマさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。杉山さん、高田さん、グッドアフタヌーン。たまたま見つけたのですが、はい、イギリスにはチーズ転がし祭りというものがあるそうです。うん、名前だけ聞くとのんびりしたお祭りみたいですが、うん、チーズの転がるスピードは時速110キロ。速っ！観客をなぎ倒し、毎年怪我人が出て、ふもとには救急車も待機しているお祭りだそうです。何が楽しいのでしょうか。ちなみに2009年には1万5000人の観客が集まったらしいです。ということで。1万5000人ってすごくない？チーズ転がすだけで。先ほどスタッフさんが調べてくださったんですけども、はいはいはい、どうやらその2009年1万5000人集まった、その、うん、転がす会場が、会場本来5000人ぐらいしか入れない会場らしくて。うん、何？ 3 倍 ?3 倍来ちゃって、それで、すごいよ。危ないからというので、2010年は休止になったらしいんですね。で、2011年から再開ということらしいんですけども。別に休まなくてもよかったんじゃないこれ某テレビ番組でもね、うん、お祭り男さんが言ってましたよね。ああ。お、これ。案外、何チーズ、でかくないこれ。でかいですね。でかいし、坂道急だな。すごいね。これ坂道ってレベルですかね、崖みたいな。崖一歩手前。崖だよね。崖一歩手前ですね。そうだ。うわ、ここに何 ?1 万5000人が来たの、なんかここに、上にこういるじゃないですか。これが多分そうだと思います。すげえ。いや、これさ、なぎ倒すっていうよりさ。これ見てください。上全部人ですよ。ほん、いやー、すごいね。これでも勝手に転んでんじゃないの？そう。今スタッフさんが用意してくださったチーズ転がし祭りで検索した。え、何？チーズより早く下に行かなきゃいけないの？これ。チー、多分いや、チーズを取りに行くんだと思いますけど、みんなで取りに行って。拾いに行くんだ。チーズを取った人が多分勝ちなんだと思うんですけど。うん、ああ、すごい。これすごいっすね。これでも気をつけないと確かに危ない。本当。でも日本にも結構こういうのあるんだよ。何でしたっけ木。なんかどこだっけ？そうそう、棒の上に、丸太の上に乗ってね。ある。坂道をダーッと降りていくやつがある。あれも危ないですよね。そう、あれも怪我人が出て、はい。一回、2年ぐらい中止になってたのかな。同じような感じ。同じような感じ。もう、うん、そうか。でも、そう。でもこういうのも面白いですね。なんか、ね、ヘタリラの方で、世界各国のお祭りネタでトークするっていうのも ね、面白そうですけども。日本三大奇祭というのもありますけどね。はい。ね。私もお祭り大好きなので。どこかでまたお祭り行くといいですね。はい。ということで。はい。では、ラジオネーム、はたろうさん。ありがとうございます。私は今年、イギリスに短期留学してきました。ホームステイ先から学校までバスで通っていたのですが、まず、はいはい、乗るときは、自分からバスに合図を送らないと止まってくれません。止まってくれない。当然、はい、降りるときもストップボタンを押さないと止まってくれません。はい、なのに、次のバス停などのアナウンスが一切ない
降りるバス停の近くに自分で何か目印を見つけてそこを通ったらすかさずボタンを押すという気の抜けない通学でした。すごい。すごいですね。やっぱり外国は違うんだなと思った出来事でしたということで。これ、ああ、もう、あれですね。タクシーみたいに自分から止まってくれって合図しないと止まってくれない。止まってくれない。ええー、でもさ、目印を見つけるってすごいよね。ああ、この赤い屋根の家を通り過ぎたら。だって行ったことのない、まあ、例えば通りだったりすると。わかんないってことだよね。わかんないということだよ。でも、どうなんでしょう。一応なんか日本のバスとかだと、うん、バス停のないとこには止まってくれないじゃないですか。確かに確かに。でもこのルールだと、うん、バス停じゃないとこでも止まってくれるってことなんですかね、合図を送れば。でも、バス停の近く、あ、でもバス停まで行かなきゃいけないんだけど。けど、あ、バス停にいた上で、さらに止まってくれって。そうそうそう、言わない。意思表示をしないと。そうそう、ダメなんじゃない。すごいな。でも、はあ、でも乗るとき自分からバスに合図を送るっていうのが必死だよね。そうですね。タクシーならまだわかりますけど、バス。バスの前に、僕は死にません状態。状態で、乗るよって。乗るって言わないとダメなんだ。はぁ、あ、ただ単にバス停にいる人って思われちゃうんですね。そう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 、通り過ぎちゃうっていうことじゃない。でも、止まるときも困りますよね。次のバス停のアナウンスが一切ない。うん、ってことは、本当に。そうだよ。本当に分かってると思うし。本当にだって、海外旅行者とかそういう人だともう本当大変になっちゃうね。そうですね。だそういう意味では日本のバスとかが親切なんですかね、やっぱり。本当です。はい。日本万歳素晴らしい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のお便り紹介していきましょう。はい、ラジオネーム、こよるさんからいただきました。はい、はい。ありがとうございます。この間、イギリスは美味しいという本を学校で読んだので、あ、学校で見つけたので読んでみると、うんうん、イギリス料理は野菜を繊維の少ない柔らかいものは20分、うん、繊維の多いもので40分、うん、それこそクタクタになるまで茹でるんだそうです。魚も1分間茹でた後に、うん、出汁は捨てて、は？料理するらしいです。なるほど。だからまずいんだ、と主婦納得しました。はあ、で、その本曰く、うん、料理がまずいのであって、うん、食べ物は美味しいらしいです。台無し！素材は美味しいってことですか？台無しじゃん。まあ、まあそうですね。素材は。食材はいいっていうことでしょ。食材は新鮮で美味しいってことだと思うんですけど。でも。だってさ、茹でた後の出汁汁捨てちゃうってことですもんね。これは日本じゃ考えられないよ。ああ、でも僕もなんか、まあ、どっかでテレビで見たか、何かに聞いたかで、うん、食材を茹でたりして、こう、出汁が出るじゃないですか、うん、水に、うん。お湯に溶け出す出汁を料理に、うん、の味付けに利用するって国結構少ないっていう話を聞きました。そうなんだ。日本の感覚だとそれって、いや、でも当たり前でしょって。アジアでも少ないのかな？どうなんでしょう。ただ、世界的に見ても稀ではあるらしいです。うん、その、茹でた汁をそのまま調味料的に使うっていうのは。あ、そうなんだ。今ね、日本料理もさ、世界遺産登録したいみたいなことを言ってるんで、はい、ぜひ応援して、したいですね。そうですね。本当に。確かに日本のこう、芸術的なところありますよね。ね。僕も。日本料理ね。まあなんかちゃんとした、うん、野菜の煮込み、煮付け、なんかいろんな種類の煮付けみたいな美味しいのを見せていただいたことがあって、はいはいはい、どうやって作ってるのかっていうのを隣のお客さんが聞いてるのを言ったら、うん、やっぱり野菜一種類一種類、全部別々に茹でて、ちょうどいい食感の頃合いに合わせて味付けをするみたいな。で、料理一つでもね、はい、これは一番だしとか、これは二番だしとか、全部分けるんですよ。多分決まってるんですよね。そうそうそう。すごい細かいですね。美味しいわけです。日本人。いや、素晴らしい。はい。はい。もう一つぐらい。もう一つぐらいいけますか？いけますか？はい。ラジオネーム、眉毛と杉山さんを愛してる、かっこ笑いさん。ありがとうございます。はい。イギリスのことわざで、7時に降る雨は11時には晴れるっていうのがあるそうです、はい。イギリスに行ったことのある父によると、雨が降った後のイギリスの空はすごく綺麗なんだとか。でも私は、雨ばっかり降ってるからただの負け惜しみじゃないとも思いました。なるほど。そうなんだ。うん、雨がすっごく多いから、はい、その晴れ間っていうのは本当に綺麗なんだね、きっと。そうでしょうね。なんか日本でもほら、台風の去った後の空ってめちゃくちゃ綺麗じゃん。ありますよね。何、うん、でしたっけ、ロンドンでしたか、なんか、うん、霧の都とか、そんな言い方することもありますもんね。そのぐらい霧も出てたりとかしてた。はい、確かになんか曇ってるってイメージが。イメージあるよね。強いんですね。そういえばね。いや、でもだから相対的に、だから晴れた時余計に、あ、すごい晴れ。綺麗に見えるだけ？いつもの曇りに比べたらすごい晴れだっていうのもあるかもしれないですよね。でもイギリスってなんとなく晴れたら超綺麗な、おお綺麗だよ。やっぱりでも晴れる時は綺麗なんですよ、ね。綺麗だよ。ただ、曇ってる時が多いとか、そういうことですよね、多分ね。雨とか。これが霧、でも霧のロンドンってやっぱり、
綺麗なイメージもあるのかしら。霧が綺麗なイメージもあるよね。綺麗なイメージもあるよね。はい、ね。乾燥してるイメージは確かにないですよね。ないよね、ロンドンって。うん、ああ、植物に優しい国だよね、湿度が。あ、でも結構寒いから。ね、寒いの？でも、緯度とか考えると多分、ね、あれなんだっけ、英国王室ってガーデニングがすごいんでしょ？ああ、そうですよね。うん。どうなんだろう。そう。なんか、チャールズ皇太子とかがなんか、すごいガーデニングしてるんでしょ？あ、でも確かになんかテレビとかで映るお庭はすごい綺麗ですよね。そうそう、なんか皇太子はガーデニングのプロらしいですからね。へえ。そうなんですよ。なるほどね。いいね、土地があるところは。そういうオチになりましたが、ね、はい。本当。以上、世界の歩き方、はい、イギリス特集でした。海外体験や各国の豆知識など投稿お待ちしております。お待ちしてます。さて、ヘタリラ、ザ・ビューティフル・ワールド・イギリス編その1話、もうお別れの時間となってしまいました。寂しい！ここでですね、寂しいですが、番組からのお知らせがあります。はい。アニメ、ヘタリア、ザ・ビューティフル・ワールドが好評配信中です。アニメイト TV と携帯サイト、モバイルアニメイトにて、毎週金曜16時より、ニコニコ動画にて、毎週月曜21時より配信中です。詳しくは各サイトで確認してください。そして、主題歌マキシシングル、回る地球ロンドが発売中です。キラキラ感が増しながらも、どこか懐かしい。そんな感覚に包まれる主題歌、歌うのはイタリアです。はいはい。で、アニメ、ヘタリア、ザ・ビューティフル・ワールドの DVD が発売決定！本編5話に加え、映像特典として未配信のエクストラエピソード1話、キャスト、出演のトーク映像を収録、ほうほう。ボリューム1は波川さんと高橋さんです。さらに、封入特典として、各キャラクターが歌う新主題歌を各館2曲ずつ収録した非売品ボーカル CD がついてきます。ボリューム1はロマーノと日本が担当。他にも、ひまりや先生イラスト使用特製クリアカードや、全館購入特典応募券など、とにかく超豪華仕様になっています。ボリューム1の発売は、2013年4月24日ぜひぜひ今からご予約をお願いします。お願いいたします。その他、ヘタリアに関する情報は、公式ホームページ、ヘタリア .com をご覧ください。ヘタリラ、ザ・ビューティフル・ワールドでは、皆さんからのメールを募集しています。各パーソナリティへのメッセージや、各国の名言、ことわざ、ジョーク、海外旅行、海外生活の体験談、各国の豆知識など、メールフォームからどんどん送ってください。ウェブラジオヘタリラは、アニメイト TV で各週金曜日更新です。次回の更新は3月29日になります。次回ロシア編のパーソナリティは？はい。私、高戸康弘と杉山紀明さんでお届けします。お楽しみに。お楽しみに。ということで。は。はい。あの短いながらも。はい。ね、ヘタリラ。あっという間に終わっちゃいました。リニューアル編のね。イギリス編一終わりということになってしまいましたが、はい、何話したんだかもうわからない。なんかいろいろ飲んでいろいろ話した気がしますが本当に飲んで話したって言ったら酔っ払ってたみたいだからちょっとね、そうですね、あれだけどお紅茶です、お紅茶を上品にいただきましたね、はいろ、はいろね、ジャムとか中国の本当だ、ね、紅茶がね中国産だったりとか、そうです、歴史の勉強までしましたよ、はい、ありましたが、はい、ウクライナ産のジャムを姉さんガス代こんな風にね、でもなんかこうお友達とお茶する上でもね、これってどこの国の商品なんだろうとかって言いながら、ね、面白いかもしれないですよ、ね、お茶するってのも面白いですよね。お酒もね、種類はいっぱいありますから、そうですね、ロシアといえばウォッカもありますしね。そうそう、ウォッカありますよ。このお酒結構有名だけどどこなんだろうとかってね、そういうなんか興味も持っていただけたら嬉しいですよ ね、 食べ物は世界を超える、はい、そう、お酒もね、ということで、はい、今回のお相手はイギリス役の杉山紀明とロシア役の高田康弘でした。それでは皆さん、グッバイ！ダスビダーニャー！